こんにちは、ハテナくんだよ。インドってたくさんの言葉が使われているんだけど、一体どれくらいの言葉が使われているんだろう。インドで使われている言葉は1600種類以上。よく使われている言葉だけでも800種類もあるんだ。あれ？じゃあインド語ってないのかな？そう、インド語っていうのはないんだ。インドではいろんな言葉が使われている。一番たくさん使われているのがインディー語、次に使われているのが英語、あとはそれぞれの地域の言葉で話されている。でもなんでこんなにたくさんの言葉があるんだろうね。それはね、インドにはたくさんの民族が住んでいるから。インドってすごく広い国でしょ。たくさんの人が住んでいる。インドの人口は12億人。いろんな言葉を話すたくさんの民族が住んでいて、それぞれの地域ごとで違う言葉が使われているんだ。でも学校の授業ではインディー語を教わるし、算数の授業では英語が使われている。だからお互い違う地域の人たちでもちゃんと言葉が通じるんだよ。今日のまとめ、たくさんの民族が住んでいるインドではいろんな言葉が使われている。一番使われているのはヒンディー語、次は英語、あとはそれぞれの地域の言葉が使われている。でもインド語っていうのはないんだよ。今日も見てくれてありがとう。よかったらチャンネル登録してね。バイバーイ。